職場に予定通り復旧ができなくて、職場にちょっとご迷惑かけてしまうなっていうのが、鹿児島市に住む山田紀美子さん。生後6ヶ月の次女、美子ちゃんの育児休暇を取っています。11月には美子ちゃんを保育園に入れて職場に復帰したいと考えていますが、保育園に空きがなく、待機児童となっています。実は、鹿児島市ではこのようなケースが少なくありません。これは厚生労働省が発表した全国の待機児童の数です。鹿児島市は去年より54人増えた136人。全国ワースト1位であることが明らかになりました。結果を受け、鹿児島市の下鶴市長が急遽会見を開く事態に。全国ワーストとなった結果につきましては、重く受け止めており、改めて市民の皆様にお詫び申し上げます。待機児童の数をさらに見てみると、全体の 75% を谷山地区が占めているのが分かります。2年前にこの谷山に新居を建てた山田さん。子育てがしやすいのかなと思って、今2年経ちました。まさか谷山地区が待機児童が多いと思わなくて。山田さんのもとには先月末、保育園の状況を知らせる通知書が届きました。月に1回選考されるんですけど、それの保留通知書になりますね。入れなかった、どうしようと思って通知書には枠を超過しているという記載のみ。あとどれくらい待てば入れるのか分かりません。待機児童数が全国ワースト1位となった鹿児島市。その原因と問題解決のために今何が求められているのかを探ります。谷山地区にあるすみれ保育園、園長の青木和彦さんは鹿児島市保育園協会の理事長も務めています。鹿児島市の待機児童の歴史を見ると、もう10年以上もう常にトップの方に来ているのが実情だったんですね。だから、ついに来たかと。鹿児島市が抱える最も大きな課題は保育士不足と話します。私たちはお預かりするお子さん、その年齢によって、配置する保育士の数というのが決まってますので、保育士さんの数が足りないということは、お預かりできる子どもの人数が少なくなるということになります。しかし青木さんは、原因は保育士不足だけではないと考えます。ただ保育士さんが足りないから入れないじゃなくて、仕組みのせいで入れなかった方々っていうのがかなりいるんですよ。これは全国の多くの自治体で採用されている保育園に入園する園児の選考方法です。保護者の就労状態などから、園児には0歳児、1歳児、2歳児と年齢ごとに保育園に入る優先順位がつけられます。保育園の定員は年齢ごとに決まっているため、空きが出た年齢の中で優先順位が高い園児が入園できることになります。しかし鹿児島市はこの優先順位を年齢ごとに分けていません。その結果何が起きるのか。例えば優先順位が1番の子は2歳児、2番は1歳児、3番は0歳児だとします。一方、受け入れ先の保育園で0歳児しか空きがない場合、優先順位3番の子が1番と2番を飛び越えて保育園に入れるルールにはなっていないため、3人とも待機児童になってしまうというおかしな構図が生まれているのです。これに対して市議会の9月定例会で鹿児島市は、年齢別利用調整につきましては、これまで関係団体等からの要望も踏まえ、今後は4年10月から施行実施し、検証を行った上で新年度の利用にかかる
5年1月の利用調整から本格実施する予定としております。鹿児島市はこれまでの方法を見直し、年齢別の順位付けを来年度の希望者から本格的に行う方針を表明しました。また保育士を確保するための奨励金などの補正予算も審議されています。今まで入れなかった方々が全員ではないけれども必ず入れる方がいらっしゃいますし、その方々の生活っていうのが、そして子どもの生活っていうのが安定するだろうなと思ってます。待機児童数がワースト1位の鹿児島市、解決すべき課題は山積しています。子どもを産み育てやすい町にするために、行政にはスピード感のある取り組みが求められています。いや、年齢ごとの仕組みが、ね、これ変わるということですけど、ちょっと遅すぎた印象はありますよね。そうですね、娘さんが待機児童の山田さんと話しましたが、はい、これから教育費、住宅ローンも必要になってくるんですよね、うん、そういった思いを抱えていらっしゃる方の1ヶ月半年ってものすごく大きいと思うんです、はい、本当に早い対応が急がれていると思います。